お疲れ様です。鈴木です。今日はですね、アニメ宣伝のね、セミナー、実践編ということでね、基礎編に続きまして、第2弾でございます。お買い上げいただきましてね、誠にありがとうございます。第1弾見てない方はですね、ぜひ第1弾も見ていただければと思いますけども、今日はね、より、実践的なね、内容をいろいろ皆さんから質問等もいただきまして、アニメのね、宣伝という仕事を、仕事にしている方、またはそのこれからそういうね、アニメのね、宣伝部門みたいなところをね、こう立ち上げていこうっていうね、そういった人たちにも向けて役立つ情報っていうのをね、お届けできればなと思ってます。私自身ですね、アニメの宣伝の仕事っていうのをいろいろやってきて、またアニメ宣伝に関わるね、デジタル周りの仕事なんていうのはもうもっと長くやっていて、でアニメを宣伝する会社っていうのもね、一度作って、畳んだりとかね、アニメのメーカーで働いてたこともありますし、そういったね、いろんな話がありますんで、そういったことをね、より具体的に、お話ししたりしながら、なんかね、皆さんのね、参考になるようなところを私なりの、意見ではありますけども、一つね、一つのサンプルとしてね、お伝えできること、いろんな失敗をしてきてるんで、あるんじゃないかなと思って、そんなことをね、お届けしたいなと、思ってます。そうですね、今もね、富士のね、野井民奈さんのね、ウェブ周りとか含めてね、いろんな、アニメ宣伝に関していろいろ手伝ったり、まあ、そこから、ツインエンジンのね、役員をやらせてもらったこともあるし、ツインエンジンと合弁でね、リレーションっていうアニメの宣伝会社、専門のね、会社をやってた時もありますし、今でもね、アニメの宣伝プロデューサーたちのね、お仕事を手伝ったりとかね、そういったことをね、よく、やってるのが、まあ私の、仕事なんでございます。で、アニメの宣伝って言っても、まあ、一体何なんだっていう、なんか難しい、宣伝っていうことの難しさとね、アニメっていうことの特徴とか、まあいろいろあると思うんですけど、その、まあそんなに別に実は、アニメに限らないとも思うんですよ。宣伝マーケティングっていうのは一般企業においても、行われていることで結構その普遍性が高いんで、アニメ以外にも転用できると思うんですけど、話したいと思います。で、なんかちょっとまず大きな流れについて考えるんですけど、物を作るじゃないですか。てかアニメ作品をまず作りますよね。で、アニメ作品を作ったらそれをまあ売るわけですよ。で、それはいつ誰に売るのかっていうことを置いといて、まあアニメだとしたら、まあとりあえず、最初には企業に売るわけですよ。そのアニメの、配信業者に売ったりとか、テレビ局に売ったりとか、まあそういうようなことがあって、それは企画の段階で行われるわけですけど、まあそういったアニメのビジネスっていうのがあったときに、それをまあ何らか最後は視聴者の人たちに見てもらって、一つのビジネスにする。だから、人気になってくれればビジネスとしては OK なんですよ。で、今はもう配信が回ったり、パッケージが売れたりすればお金が返ってくるんで、見られれば見られるほどお金になる仕組みっていうのはできてるんですけど、昔はそのテレビでアニメを見てもらっても、それは多分あくまで宣伝でしかなくて、そこから先で、なんか買ってもらわないと、いけなかったわけですよ。はい。アニメをね、そのオンエア しても、ビジネスっていうか、そのお金は入ってこなかったわけですよ。だから、結局そこで、そのアニメを流すっていうのは、やっぱあくまで宣伝であって、その宣伝物の一つで。で、それは、おもちゃとか、グッズを売るためのもので、それでおもちゃやグッズを買ってもらう。それはまあガンダムのプラモデルとか、バンダイのおもちゃとかですよ。で、そういうのを買ってもらってビジネスになるっていうことで、おもちゃの宣伝としてテレビ役を買って、アニメを流すっていうような、ものがもともとあったんですけど、それがまあその、今はね、その後 DVD を売るっていう、オリジナルビデオアニメみたいな時代から DVD を売ってもお金になるっていう時代があって、そこも終わって、今配信で回れば、見られた分だけお金が入ってくるっていう仕組みで、その配信でビジネスになってるわけですけど、まあそんなことで、もともとそのだから、アニメっていうのは、見られて当たり前っていうか、宣伝の必要ないものっていうのが、結局テレビ局も含めて、こういうエンタメコンテンツには面白ければ人が来るはずだっていうところが結構あって、だからその宣伝っていうものにどのくらい手間とお金をかけるのかっていうのは結構難しい議論がもともとあるんですよ。そういうものを含んでいることだっていうのがあって、で、実際、まあ、その、見ようと思えば、テレビをつければ見れる、アマゾンつければ見れる、ネットフリックスをつければ見れるんで、そんなに、なんていうんですかね、見るためのハードルって低いじゃないですか。でも、今は全然見てもらえない。で、それはなんでなのかっていうと、結局それは、競合が多すぎるからですよね。で、こんなにいろんなものがたくさん、エンタメがある中で、
じゃあどうして見てもらえるのかっていうと、やっぱりそれは、なんか面白くてなんか気になるきっかけっていうのを作ってあげないと見てもらえないんで、宣伝の必要性っていうのが増している。だから宣伝を、面白きゃ結局ヒットするんですけど、それを最初に知ってもらうためには多少の宣伝は必要だっていう話になってるわけですよ。だから物を作って、お客さんに届けるっていうところの間の部分でいかに効果的な宣伝をできるかっていうことで作品のヒットの良し悪しに変わってくる。で、宣伝によってヒットした作品っていうのもたくさんあると思うんですよ。で、それは多分流行ってる感をどう作るかみたいなことだったりするんで、宣伝っていうのは、いらないっちゃいらないけど、いるっちゃいるみたいなところで何とも難しいものなんです。で、結構そこについてまたもうちょっと、難しいポイントっていうのが、あると思うんですけど、宣伝って、そのまず最初に、宣伝をすればヒットすると思うんですけど、宣伝はただじゃできないじゃないですか。で、やれば多少お金がかかるわけですよ。だからやればやるほど利益を食ってっちゃうっていうことなんですよね。だからその宣伝すればするほど、たくさん見られてたくさん売れて、その辺がプラスになるならそれで OK なんですけど、その塩梅が難しいわけじゃないですか。じゃあその宣伝に1億円使ったら、その1億円がペイできるんですかっていうと、そこなかなか難しいと思うんですよ。だから、10億円儲かる作品だったら1億円宣伝で使ったっていいと思うんですけど、いくら使えるのかなみたいなところが、まあ一つの、焦点なんだと思うんですよ。で、それについて思ったのは、例えば12話作るとしたら、12話のアニメだったら12話のアニメの1話分の制作費っていうのが一つの宣伝費の目安じゃないかと思うと。だから2500万円で1話作ってるアニメだったら、1話2500万で作ってたら2500万円っていうのが宣伝予算じゃないか。だから1500万で作ってるアニメだったら1500万っていうのが宣伝費の上限かなと思うんですよ。それ以上は正直お金としてはかけすぎなんじゃないかと思うっていうことですね。でもそれは宣伝すればするほどお金が入ってくるんだったらいくら宣伝したって構わないと思うんですよ。でも一つは、12分の1ないしは10分の1ぐらいっていうのが一つの目安なんじゃないかなと。で、逆に映画で言えば、映画の制作費が、1億円かかったんだったら、宣伝費は例えば1000万円で、プリント代と、宣伝代っていうのを両方出したりする、両方で映画を作ったりするんで、そうするとじゃあ1億円で作った映画だったら、アドで1000万円、プリントで1000万円の合計2000万円、まあそれでも結構大きいですけどね、とかっていうのが一つの宣伝費の目安かなということで、まあ、10分の1ぐらいの話なんだと思います。で、300万円で作った自主映画だったら、使えるお金は30万円かなっていう、そういうところだと思うんですよね。だから一つ予算をいくら使うかっていうことを最初に決めないといけないんですよ。で、それはもはや決めの問題なんで、やっぱり一つの目安は10分の1以下っていうことなんだと思います。その中でできることをやろうっていうことが、一つポイントなんだと思うんですよね。だからそれが結局、コンテンツの制作費と人気とかっていうのは、すごく実は連動してて、お客さんって制作費が高い作品が好きじゃないですか。なんかエンターテインメント作品って見てる人の時間を奪う作品だから、そういうエンターテインメントっていうか娯楽だから、なんか見てる人が損した気分にならないように面白いものを見せてほしいって思うんですよ。で、面白いものっていうのを自分の中に尺度を持ってる人だったらいいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないんで、みんなこれはすごいお金をかけた超大作だって、手間と、お金と知恵がかかってるっていうと、あ、じゃあ面白そうみたいに思いやすいじゃないですか。だから制作費何百億円みたいな話になるわけですよ。だからそういうことで、なんかそのすごく手間がかかってお金がかかってますっていうことに、価値を置いたりするんで、だからその制作費と作品の人気っていうのは結構、連動するものがある。だからそうすると制作費もかけたんだから宣伝費もそれなりにかけた方がいいっていう話になって、それで大きなリターンを狙おうっていうことになると思うんですよ。だからその制作費によって人気っていうのも変わるし、それによって宣伝っていうのも変わっていくんで、その辺が一つのバランスなんじゃないかと思うと。まあ、逆のことを考えると、じゃあ500万円で作った作品を500万円で宣伝したらなんかすごい効果があるのかっていうと、それはやったことないからわかんないですけど、もしかしたらあり得るのかもしれないですね。だからその必要以上に宣伝費をかけた場合にどうなるのかっていうのは、ちょっと私もやったことはないからわかんないし、普通あんまりそういう判断はしないですよね。そのもう500万円あったら映画のもうちょっとこういうところを
ブラッシュアップしようとかそういうことになると思うんですよ。だそれってつまり、ものづくりの根幹と宣伝っていうのはちょっと切り離されているっていうことの本質なんだと思います。やっぱり、みんなを喜ばせるためのサービスっていうのは、コンテンツの本質の方にあって、宣伝っていうのはそれを広めるためのちょっと切り離したおまけだからですよ。だから制作費500万円、宣伝費500万円ってのはやっぱりおかしくて、それだったら、商品にかける費用を900万円かけて宣伝費を100万円にした方がいいわけですよ。そういう話なんだと思います。そんで、次に宣伝マンが何をやるかって話なんですけど、宣伝マンはまあそれを一生懸命企画して宣伝するわけですよ。だから売りに行く、それ営業マンでもあり、それをみんなに知らしめる広報マンでもある。それがまあ宣伝マンなわけですけど、その時に、宣伝部の人間っていうのは、働けば働くほど、あ、まあちょっと難しいですね。まず、今回制作費1000万円、宣伝費100万円だとしましょう。で、その100万円で宣伝しようって言った時に、100万円を使ってできることっていうのをまず一生懸命考えるわけですよ。どうしたらその100万円を最大、効果的に使えるのかっていう、その作品に沿って変わってくると思うんで、この作品に沿ってその100万円の最高の使い方っていうのを考えるわけです。で、最高の使い方考えますよね。で、やろうと思うんですけども、100万円ってまあぶっちゃけすぐ使っちゃうわけですよ。で、できることを限られるから、まあその最高の使い方をするんだけど、最高の使い方で100万円やって、それで終わりってなっちゃうと、結局宣伝、これで大丈夫だろうかってなるわけですよ。で、制作のプロデューサーたちもみんなこれで大丈夫なのかなって、もうちょっとなんかできることないのってなるじゃないですか。で、そこからが結局宣伝マンの仕事の始まりで、なんかそのお金はもうないんだけど、知恵と体力でなんかやっていこうってことになるわけです。で、ここからがまあ面白いポイントでもあり、地獄の始まりでもあるわけですよ。で、ここでどうやって、宣伝と、宣伝マンの稼働っていうのをバランスを取っていけばいいのかっていう話をしたいと思います。まあ、それで、宣伝って別に宣伝マンに限らなくて、その制作、衣付きの制作プロデューサーたちもそうですけど、制作プロデューサーでもまあみんなでやるじゃないですか。で、この時に、なんかその一番難しいポイントっていうのは、宣伝ってやってもやってもキリがないっていうことなんですよ。で、結局いくらでもやりようがあると。で、なんでかっていうと不安だからですよね。作品がヒットするかどうかっていうのは、なんか蓋開けてみないとわからない。そして、アニメってもうある程度出来上がってから流すじゃないですか。だからやってみたらどうだったから、ちょっと作り直そうとかテコ入れしようとかそういうことは無理なわけですよ。出来上がったものをドンと売るっていうビジネスだから。で、そうした時にだからできることって宣伝で、宣伝でいろいろ出し方を変えていくっていうことしかできることはないわけですよ。だからいくら宣伝しても足りないような気がして、宣伝の施策っていうのをもうお金はないんだけど、一生懸命なんかちまちま自分たちでできることを続けてやっていくっていうことになるわけです。で、それがなんかそのまあ工夫のしどころであり面白いポイントではあるんですけど、地獄の始まりって言ったのは、なんかそのいくらやっても終わりがないからいくらでも働けるわけですよ。だから、もうそれにもうすごい付きっきりで、なんかものすごい量の、作業をやらなきゃいけなくなると。でもそれをやったことが本当に作品のヒットにつながるかどうかは誰も何の確信もないまま、めちゃくちゃやることになるんですよ。でも、作品をヒットさせるためにある程度の、その苦労とか知恵とか、手足を動かすっていうことは絶対に必要なことではあるんですよ。でもそれをどこまでやればいいのかっていうところが、まあ一つなんか結局ポイントなんですよね。で、それはまあ毎回なんとなくの、落としどころっていうのがあって、そこに着地していくんですけど、例えばじゃあ、ワンクール始まって、最初の1ヶ月、始まる前の1ヶ月と最初の1ヶ月っていうのはすごい手厚くやるんだけど、残りの2ヶ月っていうのはまあ正直、中押しとかやったりするんですけども、予算もないから、まあなんとなく低空飛行で、それで最後に、最終回近辺でまたもう一盛り上げするっていうような組み立てがあって、で、なんとなくそこに、仕組みを、自分たちがまあどのくらいのリソースがあるかっていうことですけど、その仕掛けをこうバランスして、やっていくっていうので、なんとなく着地させることになるんですけど、でもなんかそこに、なんか宣伝 P がそんなにやってくれなかったとか、逆に宣伝 P がすごいやってくれて助かったとか、そういうなんか、人のなんか評価とか、あいつは働いてるけどあいつは働いてなかったみたいな、まあそんなようなことになる、わけですよ。だからそこになんかなかなかそこ難しいんですよね。で、さらにもう一個難しいポイントがあって、宣伝の仕事を外部委託することがあるわけですよ。で、それは宣伝プロデュース会社
に頼んだり広告代理店に頼んだりすることになるんです。それはなんでかっていうと、もう制作プロデューサーだけでも人が足りないから、制作プロデューサーが制作と宣伝と一緒に見たら他の作品をもう一回作ることができなくなっちゃうんで、制作プロデューサーは制作を掛け持ちするで、そんで宣伝 P が足りないから外部に、委託する。本当は制作プロデューサーが、一つの作品と長く付き合えるなら宣伝まで全部やった方がいいんですよ。なぜなら作品の企画から全部ずっとやってるから。いや、宣伝だって、宣伝マンの客観的な目っていうのは確かに必要なんですけど、作品への愛が一番必要だから、結局その初めから作ってきた人の愛情にかなうわけないから、制作プロデューサーが宣伝やった方がうまくいくに決まってるんですよ。でもなかなかそこまでやりきれない。だから宣伝プロデューサーを入れる。しかも宣伝プロデューサーを人が足りないから外注することもあるっていうことになるんだけど、外注プロデューサーを使うことのものすごい難しさっていうのがあって、そこは結局今の作品がヒットするためにどこまでできるかっていうことなんですけど、外注プロデューサーはそのやる作業内容によって給料を、あらかじめ決められた給料の提示があって、それをもらって手伝ってるじゃないですか。だから、なんていうんですかね、その給料分は働くんですけど、給料以上働くとなんかこれ以上やったら損だなって思うわけですよ。で、そのなんかもうもらってる分はやっちゃったから、ここまではサービスでできるけどこれ以上はできないってことになるじゃないですか。っていうか、もっと言えば、外注の宣伝プロデューサーっていうのは働かなければ働かないほど得をするわけですよ。もうお金は決まってるからね。だからそこが、なんともミスマッチが起きるところで、制作プロデューサーとか委員会は宣伝会社がちゃんと動いてくれないって思うきっかけになるわけですよ。でも宣伝会社はその給料をもらってビジネスしてるから、もらう金額はなるべく大きい方がいいし、自分たちの稼働は少ない方が、いいに越したことはないわけですよ。でも、みんな不安だから、作品がどうやってヒットするかっていうのが分かんない中でやってるから、かけた時間とかそこに情熱とかっていう言い方をして、それによって評価するしかなくて、だからあの人たちはお金以上にやってくれた、やってくれなかったみたいなことで、どう自分たちが働いてる風に見せるかみたいなことに特化したりとか、なんかまあ結局なんか変な駆け引きでなんか難しいわけですよ。あとだからもう、発注してる方はこの金額でこの内容じゃ物足りないって思うけど、引き受けてる方はこの金額でここまでやったらもう本当感謝してもらいたいぐらいだわみたいなことになって、そこに利益相反が起きてるから、なかなか難しいわけですよ。だからどこまでやればいいかっていう議論の時に、発注側が思ってるここまでやってほしいっていう議論と、受け手側が思ってるここまでしかやりませんっていうところはものすごく乖離がある。だからそこを、ちゃんとすり合わせをする必要があるっていうことがまず一つと、あと宣伝をどこまでやればいいかっていう時に、結局そこのゴール設定を多分決めておく必要があって、どうしたらこの作品の宣伝としてのゴールなのかっていうのを、あらかじめ今回の予算と自分たちが発注を受けている稼働の、規模で考えると、こういう効果が出れば、それは私たちの今回の宣伝は成功であるっていう、ことを決めておいた方がいいんだと思うんですよ。だからそれで、イベントの集客、今回の、作品のを一番評価できるのはきっとイベントじゃないかと。で、このイベントに、何人来たら、何百人来たら今回の作品は大成功だったっていうことなのか、それかまあ狙ってる、作品のランキングのね、アベマで1位を取るとか、D アニメで1位を取るとか、そのジャンルによってまた違うと思うんですけど、そういった目標があって、そこに向けてやってみた結果、それが達成できたかできなかったかで、今回の宣伝っていうのがうまくいったかうまくいかなかったのかっていうことを、お互いに決めておくっていうことが、宣伝をやりすぎない、宣伝マンが疲弊しない、また、発注者のプロデューサーが宣伝マンに不満を抱かないっていうところの、あらかじめの指標を決めておくっていうことが結構、お互いにとって重要なポイントだし、そこが、何て言うんですかね、フィーにも関わってくるっていうことだと思うんですよ、費用にもね。で、あともう一個重要なポイントは、作品の制作プロデューサーは作品がヒットすれば極論、ボーナスが出たりとか、まあ儲かるわけじゃないですか。それから自分のプレゼンスが上がりますよね、会社の中の。だから、作品のヒットっていうのはリターンがあるわけですけど、社員の宣伝マンは会社が伸びるから、それもいいじゃないですか、OK。でも、外注で受けてる宣伝マンは、
作品がヒットしてもリターンがないわけですよ。で委員会に入ってるわけでもないからね。でもまあそういうもんなんですけど、だからこそ、先にフィーをね取ってるわけじゃないですか。なんなら、制作プロデューサーたちは幹事だから、自分たちでお金を出して作品を作ってヒットしたらようやくリターンをもらえる。一方で外注の宣伝プロデューサーたちは初めから自分たちの利益とフィーを確保してる、コスト部門だから。でそうするとちょっとやっぱり考え方が違うじゃないですか。だから、そこは難しいんだけど、でもやっぱ作品がヒットしたら宣伝マンたちにもリターンがあるような仕組みっていうのをなんかうまく作れたりすると、宣伝マンたちがやる気を持って作るっていうチームをね組めるんじゃないかなと思うんですよ。だそう思うとやっぱり宣伝マンは、僕は外注の宣伝マンなのにこういうのも変ですけど、宣伝マンは内部に置いた方がいいと思うんですよ。やっぱり会社の内部にいて一緒に作品を盛り上げていこうよっていうことで、制作プロデューサーが新人のうちに宣伝をやるっていうのが一番いい一つの形なんじゃないかなと思っていて、宣伝会社に外注するっていうのは結局作品にとっていいことっていうのは少ないんじゃないかと思って。だから、もしも外部の宣伝会社の活用の方法があるとしたら、内部の宣伝マンたちにいろんな外からのノウハウを共有したりとか、アドバイザリー的に入ってもらって、その経験をうまく教えてもらいながら、基本宣伝マンたちの実動っていうのは、内部のスタッフでやっていって、そこで知見を貯めて作品をヒットさせて、お金を儲けようっていう方が健全な組み立てなんじゃないのかなと最近思ってます。その仕組みがいいんじゃないかなと僕は一つ思いますね。そう、あと、やってるポーズみたいな話もそうなんですけど、本当に時間をかけなければいけないのか、その時間と手間をかけなくても作品をヒットさせることはできるんじゃないかっていうことなんですよ。結局なんか長時間何かをしていることが作品に貢献しているっていう昭和的な発想を持ってる人が多すぎるから、あの宣伝マンはなんかちょっと広告費に頼りすぎで自分の手を動かさないみたい、広告費を、純広告に頼りすぎで、手を動かさないとかっていう非難って結構あると思うんです。でも例えばですよ、純広告でめちゃくちゃ作品が知られてヒットしたら、結局面を取るってことじゃないですか。お客さんのフリクエンシーっていう、そのお客さんとその作品の接触頻度をどう増やすかって話なんで、純広告の方が費用対効果高くフリクエンシーを高められるとしたら、余計なことやるより純広告に使いまくってみんなに作品の面白さを知ってもらった方が極論視聴率につながるっていう可能性もあると思うんですよ。でもそしたらその宣伝マンは何にもやってないとか非難されちゃうわけです。それも変な話じゃないですか。だから、本当に労力をかけないと作品はヒットしないのかっていう、そういうマインドチェンジも必要なんですよ。その効果的な宣伝手法っていうのは何なのかっていう、その足と手汗をかいて自分の足で稼ぐんだっていう、その昭和の概念にとらわれすぎても良くないと思うんです。まあ一方でね、ちょっとすごく、人とか人の感情によってるものだから作品って、だからそのなんか作品に対する愛とかそういうようなものがやっぱり見てる視聴者に伝わるんですよ。だから宣伝マンの愛っていうのはまあ実際はすごい必要なもので、そういう作品がヒットするんですけど、でもその一方でその、めちゃくちゃその労働集約型じゃないとダメだみたいな話はなんかちょっと違うんじゃないみたいな、まあそんなようなことが補足でございます。じゃあちょっと具体的なね、宣伝の戦略の方に入っていきたいと思います。次にね、その宣伝戦略なんですけど、まず、誰に作品を届けたいのかっていうことが、すごく大事な時代に入ってきている。これだけいろんな作品があって、他にもいろんな娯楽がある中で、アニメは、自分も関わるようになった十何年か前に比べたらすごく見てる人も増えてるし、なんていうんですかね、認知も上がってると思うんですけど、一方で作品もすごい増えてるから、なんていうんですかね、何を見る見ないっていうのが、すごく明確じゃないですか。で、あとそのいろんなタイプの作品が増えてるから、すごくセグメントが結局狭められてると思うんですよ。でもそういういろんな多様性を求めてる視聴者っていうのもいるから、本当にこの作品は一体誰に向けて見せたいんだっけっていうのを、改めてちゃんと整理して、そこに向けてコンテンツを届ける必要があるっていうのが宣伝戦略の、一番の基本だなと思うんですよ。で、なんかその誰に届けるのかっていうことと、それが届いてるのかどうかを検証するっていうのがすごく実は難しくて、なんか
この今から多分5年前からそのだからコロナの前からコロナの途中ぐらいまでのこのだから2017年から2022年ぐらいまでの5年間ぐらいを考えると、ものすごいツイッターに偏重した時代があったなと思うんですよ。で、なんかその結局でもそれについて今客観ここまで来て客観的に思ったことは、なんでツイッターに迎合してしまったのかっていうと、結果の数字を取れるからだと思うんですよ。そのツイッターがない時代からアニメの宣伝をしてて、いやツイッターはあったんですけど、今みたいに人気がなかった、対してみんながツイッターをやってなかった時代からアニメの宣伝を手伝っていて、途中からツイッターが来て、そして今ツイッターが廃れつつありますけど、あのそんな中を見てきて、どうしてこうなったのかっていうのを考えた時に、なんか今でも会議してた時覚えてるんですけど、視聴率以外にアニメが今人気なのかどうかっていうのを測る指標がないよねっていう話を何回かしてるんですよ、昔。で、それを覚えてて、だから、それをそのサイトのトラフィックとかいろんな検索のボリュームとかいろんなことを調べたりして、それを資料にまとめて報告書にまとめながら、今このアニメが果たして見られてるのかどうかっていうのを結構ネット上で検証したりとか、ショップに何人人が来たかとか、グッズの売り上げがとか、そういったところからアニメの人気を総合的に評価分析するっていうことをやってたんですよね。でもそれがある時からツイッターのフォロワーとニアリーイコールだっていう風になった時代があって、でそれはなんでかっていうと、やっぱり結局それなりの人数がやってるし、なんかそのアニメについてぐらいしかみんなつぶやく人がいないわけですよ。ツイッターでつぶやいてる人って変わった人だったじゃないですか。だから その普通の人がなんかそう、あそこに2チャンネルみたいなもんなんで、あそこにそのなんか今日、スパゲッティ食べたみたいなことはもう投稿できない時代になってたわけですよ。一番最初こそスパゲッティナウみたいなのがありましたけど、そういうのはすぐ終わって、なんか殺伐としたものになってったわけですよね。でもそういった時にそのエンタメとかはつぶやきやすいわけじゃないですか、当たり障りないから。それでアニメオタクの人とかがいっぱいそのツイッターを使ってたわけですけど、だからリアクションがあるわけですよ。っていうか僕はその普通の一般企業のプロモーションとアニメのプロモーションとかっていうのを両方やってたから、10倍ぐらいリアクションに差があるんです。普通企業のプロモーションで100しかリアクションないところ、アニメのプロモーションだったら1000リアクションあるんですよ。だからなんて言うんだろうな、アニメはリアクション取りやすいってことなんだと思います。それだけ人もたくさんいるし。で、正直だからアニメで1000っていうのは、1000リツイートされたらね、リポストされたらすごいっていう風には結局なんなくて、それはいやすごいんですけど、それはその企業プロモーションでいうところの100リポストみたいな形なわけですよ。まあ企業の投稿で100リポストされたらすごいんだけど、だからなんだろう、逆だね。だからアニメで100、企業で10みたいな話ですよ。だからその下駄履かせてるんですよね。アニメのリアクションって下駄が履かれてるなってずっと思ってたんですよ。そのぐらいアニメに関するものってリアクションがすごい大きかったんですよね。だからそれは多分テレビの効果なんだと思います。そうするとなんかツイッターの数字だけ見てればいいっていうことに なるわけですよ。で、そうするとなんとなくツイッター受けのいい施策をやっていこう。結局その評価されるポイントがツイッターフォロワー数だってことになると、ツイッターで受けそうな企画をってなると、ツイッターでつぶやいたりしてる人たちは全然まともじゃない、変なオタクの人たちばっかりなわけじゃないですか。その、いろんな人いますけど、過激につぶやく人は基本的にはそういう変な人たちですよ。でもそうするとその変な人たちをうまく巻き込まなきゃいけないから、そういった人たちに向けたちょっと変わった施策とか、とにかくそのツイッターに迎合した施策を、やり続けることになったアニメの宣伝の時代っていうのがあるんだと思うんです。でそれはすごい不幸なことだと思うし、それによってなんか逆に評価されなかった作品というのがいっぱいあると思うんですけど、それはなんでなのかというと、指標を取ることが難しいから、簡単に指標が取れたツイッターが良かったってことなんですよ。だから今またもうツイッターはダメだなみたいに思うと、次の指標を取ることの難しさがあるじゃないですか。だから、その宣伝の施策で誰に届けるかって言った時に、誰に届けるかを決めて、届けることも大事なんだけど、それよりも届いたかどうかを検証するための指標を決めるっていうことがもっと大事なことなんです。で、それをなんかすっごく思うのが、
ツイッターでは何のリアクションもないけどグッズが売れるみたいな現象だってもちろん起こりますし、ツイッターでめちゃめちゃみんながツイートしたのにそのイベントに人が来なかったみたいなこともあり得るわけですよ。だから、本当に作品を見てくれたり作品を愛してくれたりしてる人とツイートする人は別であるっていうことがよくよく起きるっていうことなんです。だからそこを信用しちゃいけないし、そうじゃないこの作品はこうだからこういう人たちが見ているはず、こういう人たちが見ているかどうかを測るためのやり方を考えよう、それはイベントをやるとかその意識的にその人たちを意識した媒体でなんか連載をしてそれの PV を見るとか PV とかそのアクセス数を見るとか、そういったその作品を届けるときに同時に届いたかどうかを検証するための方法を先に決めておくっていうことは大事なんですよ。それでフォロワー数が全然増えないかもしれないから。でもそれとこの作品を愛してくれて、この作品のイベントにも来てくれて、この作品を友達に広めたりグッズを買ってくれたりするかもしれない人っていうのはつぶやかないかもしれない、っていうか多くの人はつぶやかないってことなんですよ。でそのつぶやいているちょっと一部の変わった人たちに向けて施策をやってはいけないっていうことをすっごくよく思いますっていうことですね。でツイッターはだからほとんどの人は見るのの専門なわけですよ。だからツイッターで施策をすることが意味ないと思ってるわけじゃなくて、その、そういった人たちはそこで見たその情報を見て、それで結果オンエアを見てくれたり配信を見てくれたりするんで、そこに向けて施策をやるのは必要なんですけど、そこで集まった、意見とかツイートっていうのはあんまり関係なくて、それとは別にちゃんと何も言わないけど見ている人たちを計測する方法っていうのをその作品なりに考えた方がいいっていうことですね。はい。そう。で、それはだから今その一つにそのノイジーマイノリティ的な、ちょっとしかいないのに声が大きい変わった人たちを無視しようっていう話がすごく大事で、そうするとそのいろんなものが、しっちゃかめっちゃかになっちゃうから、そういう人たちを、避けるっていうことは大事なのと、あとはなんかそう若者を目指そうっていうのがすごく、重要なポイントで、もう僕とか宣伝プロデューサーできないんですよ、おじさんだから。アニメっていうのはやっぱり若い人のためのもので、いや本当、ずっと長く続いてる枠とかはやっぱり常に若い人が見てるんですよ。だから年を取るとだんだん見なくなるんですよね。でもツイートしてるかもしれない。そう思うとますますツイートって意味ないんじゃないかって思うじゃないですか。主に見てる人たちが18歳なのにツイートしてるのが35歳だったら、その35歳のツイートの話を鵜呑みにしてイベント企画したらダメですよね。実際に来るのは18歳かもしれないから。だからそれが、宣伝の面白さでもあり、どうやって声を拾うかっていうことの難しさなんですよ。でもとにかくその若い人に向けたメディアで若い人に向けた施策っていうのを、やっていくっていうのがアニメの宿命なんだと思います。だから宣伝プロデューサーは若ければ若いほどいいと思うんですよ。だから、若い人たちがその人たちの時代の感覚でその人たちのメディアで、きちんと発信して、で、それをどうやって、拾い上げていくのか、まあ、基本的にはでもそのもちろん SNS も必要だし、アンケート取ったりイベントやったりグッズ買った人に何か聞いたりとかっていうその些細なことなんですよ。でもそのリアルイベントはすごく有効だと思います。その無料のリアルイベントとかをやってどんな人が来たのかっていうのをつぶさに観察することで一番よくわかりますね。ショップに買い物に来てる人を、リアルに見ることでこの作品っていうのがどういう人たちに支持されてるのかっていうのがすごくよくわかると思います。なのでそういったことを汲み取りながら、まあとにかく、誰に向けてやるのかって言ったら若い人の中のこんな人に向けて作品を売るんだっていうことをよく意識してアニメ宣伝の戦略を立てる必要がある。でそしてそれらをリアルイベントとかを通じてどうやって流行ってるかどうかを汲み取るっていうことを考えないといけない。あとは今配信の時代なんで配信のランキングっていうのを意識した方がいいですね。このなんとかのランキングで何位であるっていうことを各配信先のランキングをまとめながらそれを分析して、戦略を立てるっていうことは今の時代やる、新しい宣伝の戦略の立て方調整の仕方っていうことですごく重要なポイントだと思います。次に宣伝プロデュースってことにおいて、まあ、そのプロデュースとは何かなんですけど、プロデュースっていうのは基本的には予算配分と人の配置なんですよ。そこが一番
プロデュースっていうことの肝だと私は思ってるんですね。だから、その座組を決めて、そこに予算をどう割り振るかっていうことで、正直、そのプロジェクトの成否、プロジェクトがうまくいくかどうかっていうのは、まあ、少なくとも5割は決まりますね。だから、そこめちゃくちゃ重要なんですよ。だから、どんな人たちでどんなものをどうやって作っていくかっていうことを最初に決めて、それをいくらでどうするかっていうことが、まあ正直宣伝プロデューサーの仕事のほとんどですよ。それをちゃんとやった方がいいっていうことと、現実的に誰がどう動いてどう作っていくのかっていうのは結構なんか、重要なポイントで、自分で決めて自分、一人だったらもうしょうがないんで自分で決めて自分で全部やっていくんですけど、まあ結構大変なんですよ。だから、基本的には二人で動く、少なくともそのテレビアニメのの宣伝って言ったら、まあ1500万ぐらい予算があるとして、それをや、3ヶ月かけてやっていこうと思ったら、まあ2人はいりますよね。1人でやれたら結構スーパーマンですよ。その付きっきりでやれば1人でやれますけど、まあいろんな、同時にやらなきゃいけないことだって結構あるし、だからまあ2人でやるっていうのがあれじゃないですかね。でその時にいろんなプロダクションを巻き込んで、それで一つのプロジェクトとしてやっていくんですけど、それをどうやってうまくまとめて、いくかっていうのは大事ですね。で、一つ思うのは、まあ、よしあしありますけど、自分のチームっていうのを作った方がいいと思います。その、アニメの作品のジャンルによって、得意不得意があるんで、一チームってわけにいかないですけど、こう、なんか可愛らしいグラフィックの作品をやるときは、こういうチーム。で、それからその SF のかっこいい作品をやるときは、こういうチーム。で、歴史ものだったらこんなチームとかって、まあ、その得意なテイストがあるじゃないですか。で、それからその出版社、原作の出版社によってもそのテイストとか全然違うと思うんで、その、自分が、その、でも、その、うまく一緒にやっていけて、コミュニケーションが取れるっていうチームを、作っておくと、熟練度が上がっていくんで、そのチームでの。チームの練度が上がっていけば、作れることになるんで、これかなとね、宣伝物のいろんな素材の作り方の話に出てきますけど、その時に、まあ、なるべくその自分が今まで仕事したことある、人の中から新しいチーム。そして、それもまた、やっぱり、停滞しちゃうんで、時々新しいメンバーに入れ替えた方がいいんですよ。だからそういう新しいメンバーをどうやって見つけてくるかみたいなことも含めて、そのチームを作ったり入れ替えたりとかっていうことで、自分のチームをどう考えるかっていう、そのいつも自分のチームをどうやって最新の状態にしておけるかっていうことを考えるのが、結構このプロデュースワークっていう点では、大事なことですね。で、その予算もその中でどこにいくらかけるのが一番効果的かっていうことを作品によって考えなきゃいけない。で、私は別にめんどくさいからってわけじゃないですけど、準広告っていうのはそれなりに使った方がいいんじゃないかと思う派ですね。でもなんかでっかいポスター、お金がないのにでっかい駅張りのポスターを貼ってみたいなのは、それはもちろんあんま意味ないかなと思うんですけど、それがすごくなんかこのユーザーにね、ファン還元としてやるならいいと思うんですけど、作品の露出としてはあんまり向かなくて、多分 YouTube とか Twitter とかそういうのの SNS 広告っていうのをそれなりに回すと、結構なんか作品をその層に直接ターゲットしてリーチするっていう点では一番効果が高いんで、多少厚めにそこやった方が結果みんなハッピーじゃないかなと思って、あんまりやりたがらないんですよ。作り物の方が好きだから。作り物っていうとちょっと分かりにくいですけど、なんかそのオリジナルの SNS 番組作りましょうみたいな。じゃあ作ったっていいんですよ。作った方がいい。でもその番組に全額かけるよりも、番組を例えばじゃあ3本作ろうと思ってるんだったら2本にして、1本分はそれを宣伝する準広告の費用に使うみたいなもので、準広告もそれなりの規模の金額を割いた方がいい。だ例えば1500万の予算があって丸々使えるんだったら、まあ準広告に300万ぐらいは使ってもいいんじゃないかなと思います。結果それがなんかまあ底上げになるんじゃないかなっていうのと、どんなに面白いことやっても気づいてもらえないと結局意味ないから、気づいてもらうため、特に何も言わない人たちに気づいてもらうためには準広告っていうのはそれなりにやらなきゃいけない要素なんだと思います。でそれとさっき2人でやった方がいいっていう話もそうだったんですけど、それはまあいろんな理由があって、その1人だとその考えが偏るし、何人かいた方がいいわけですよ。制作プロデューサーと自分と宣伝マンとで3人で考えた方が絶対いいんですよ。でそこに監督とか
プロダクション側の人たちも加わってみんなで企画会議するわけですけど、あの宣伝マンが一人じゃまあ無理なわけですよね。で、その時にあの宣伝マンって結構思った以上に忙しいんですよ。でそれは、期間が短い、準備期間が短いっていうことと、あの立て続けに起きるから、結局みんなが見てる3ヶ月の最中に全部詰め込まなきゃいけないし、なんならその中のさらに最初の2ヶ月に全部突っ込まなきゃいけないから、そうそう、賞味4ヶ月あって、その4ヶ月の中の2ヶ月が勝負だから、そこに全部の施策を詰め込もうと思うと、なんか毎日のように何かあるっていうことになるんで、すごいその取りこぼしも起きるわけですよ。だからいろんなメンバーと一緒にやった方が、いいっていうことと、そもそも、1500万円分の予算を何かやりきろうって思った時に、それを2ヶ月でやりきるにはすごいたくさんのいろんなことをやらなきゃいけない。だからそれは、もう2人ではやれない話なんですよ。だからさっきのチームを作ろうって言ったように、いろんなプロダクションとかを、手伝ってもらって、総勢30名ぐらいのチームで1500万を使い切るっていうような、まあそういうイメージなんですよね。だからそれを信頼できるプロダクションや広告代理店や仲間をどれだけ先に見つけておいて、そこに、どれだけ効率よく発注を出すか、そしてそれをどうやって自分でコントロールして、クオリティと納期を守っていくかっていうことが、あの、すごく大事なポイントなんですよ。まあ自分もそういう経験ありますし、周りを見てても、大体みんなもう忙しすぎてテンパって、なんかちょっとおざなりになっちゃったり病んじゃったり、そうなっちゃうんですよ。それは結局そのギュッとなってるからですよね。で段取りが遅いんですよ。で段取りが遅い理由っていうのはまあいろいろあって、結局あのそもそも頼まれたのが遅いとか、絵が出来上がってくるのが遅いとか、自分ではどうしようもない理由もいろいろあるんですけど、でもまあ得てして段取りが遅くなくて、いろんなものがギュッてなるから、ギュッてなってギュッてなっちゃうっていう、そういうことなんですよね。だそれはまあしょうがない部分はあるんですけど、でそれをどうにかして、ギュッとならないようにしなきゃいけないのと、もう忙しくなっちゃってどうしようもないっていう、時にどうすればいいかってことなんですけど、でもまあ一つはやっぱりプロダクションを頼るってことだと思います。その自分から、先にいるメンバーからちょっと人を助けてもらうとか、もちろんそう、自分と同じ立場の宣伝プロデューサーが他に何人かいてヘルプを頼めるような状態だったら、もうすぐそこ横のお願いで助けてもらえるなら助けてもらった方がいいし、上のお願いだから自分制作プロデューサーとか、上のお願いで助けてもらえるならもちろんそこも助けてもらった方がいいし、横も助けてもらった方がいいし、でもそれよりも、下でその自分たちと一緒に作ってくれる人ところから、直接手を動かす人を出してもらったりして手伝ってもらった方が、結果その人たちと物を作るんで、なんか解決するかなと思いますね。上から人が降りてきても、なんか結局その人は指図はするけど手は動かさないってことがあると思うんで、手を動かしてくれる人を増やせるなら、どういう方法でもいいと思うんですけど、プロダクションから出してもらった方が手を動かす人はいるかなっていうふうには思いますね。っていうことなんです。でもちょっともうちょっとよくよく整理してみると、その手を動かさなきゃいけないことが多すぎるっていうことであるんだと思うんですよ。こんだけ手一杯になっちゃうのは。それは結局見積もりが甘いわけですよね。こんなはずじゃなかった。最後は自分でやればいいと思ってたけど、自分が忙しくてそれはできなかった。もう元気がなかった。眠かった。風邪ひいた。コロナだった。いろんな理由があると思うんですけど、手を動かす予定だったものがありすぎて、手が動かせなかったから全部がスタックして滞ってしまったっていうことになっちゃうんですよ。だから、ここもまあいろいろ賛否ありますけど、なんかやっぱり宣伝プロデューサーたるもの、自分で手を動かすものをなるべくやらないっていうことで、とにかく何もかもいろんな人に振り切ってしまうっていうことが大事なんだと思います。つまり自分はもう本当に最後の最後の砦なんですよ。もうどうしようもなくなったものを自分でやるしかないんで、だからその誰かが倒れちゃったらそれもやらなきゃいけないじゃないですか。そのために自分を開けておくためにも、何もかも自分が何にもやらなくても最初から最後までなんとかなるように全部予算配分の時に振り切ってしまうっていうことが一つ、滞りなく終わらせるための、最大のポイントかなっていうことで、だから自分が最大の余白になるってことですよ。まあそれでもまあ結構やることになるんですけど、でもまあそうしといてようやく適正なバランスだと思うんで、初めから自分のリソースを当てにして配分するともう絶対終わんないですよ。
その仕事だけやれるわけじゃないから、なのでその辺がまずね、どうしたらテンパらないのか、どうしたらこの忙しい状態からだ、脱出できるのかっていうと、とにかく予算が使えるわけなんで、まあ、潤沢じゃなかったとしてもね、その予算を使っ、予算の中で、そうですね、そういう意味なのかも、予算の中でできる最大限っていうのを、自分の金額っていうのはそもそも入ってないわけですよ、自分の稼働費っていうのは。だからそれもインクルードして予算で考えないで、その予算でできることっていうのをしっかり振り切るっていうことです。それと、それを自分でこううまくこうアレンジして塩梅していくっていうところに自分の仕事があるし、それによって安全に作品をヒットに導くことができるっていうことなんだと思います。そして、次にその予算配分で、スタッフの座組も決めて作っていったときに、ここからじゃあ具体的に宣伝素材っていうのを作っていくことになると思うんですけど、まあ宣伝素材とは何かっていうと、版権って呼ばれるね、まあアニメのメインビジュアルみたいなビジュアルですよ。で、そのビジュアル以外にいくつかの、メインビジュアル以外にも、なんかそのいろんなコラボ版権とか、版権って言われるんですけど、そのいろんなビジュアルを何枚か書くわけですよ。ポスター用に違うの書くかもしれないし。で、そういうそのまあビジュアルをいくつかプロダクションに頼んで書いてもらうっていう、それからそれがありますよね。で、それから、映像です。本編から切り出してもらった、1話とかから切り出してもらったその映像の素材があって、それも、宣伝素材ですよ。で、これを PV とかに、ね、料理していくわけですよ。ミュージックビデオにするかもしれないし。で、その、映像っていう素材があります。それから、アフレコしてもらったアフレコのロールっていうのも宣伝素材ですよね。まあ、基本的にはアフレコの素材と、市場の素材とを組み合わせて PV を作るぐらいしか、まあ、アフレコの素材は使いようがないんですけど。それから、あと何があるんだろう。版権と、映像とアフレコ以外になんかあるんかな。あ、まあ台本とかもあるよね。あとそうか、作品の先のこともあるし、まあロゴとか、作品のロゴもそうだし、それから原作のビジュアルっていうのもありますよね。あとは何がありますかね。作品の宣伝素材。あとそうか、SD キャラを作ったりするんで、SD キャラ版権とかっていうのがあったりしますね。グッズにしたりするように、他のイラストレーターが描いてくれた、可愛いデフォルメしたキャラとかを用意するときもあるし、SNS 用になんか書き下ろしたような素材を作ってもらったりするときもあるんで、まあ、つまり絵とか映像とかアニメの切り出しとか、声優の収録とか含めて、まあ、あとバラエティ番組を作る、まあ、それはどっちかというと今度企画の方になっていくんで、その素材っていう点で言うとそういったものたちですよ。まあ、それから設定ですよね。いろんなその作品を取り巻く作品の中の設定とかを、使って、それのスピンアウトをなんか宣伝で作ったりとか、そういうこともあったりするんで、まあ、それがその作品、アニメ作品にまつわる素材ですよ。で、それを、どう料理して、宣伝施策っていうことに、落とし込んでいくかっていうことなんですけど、まずそもそもその前に宣伝素材をどう効果的に作ってもらうのかっていう、ことだと思うんですけど、これはもうとにかくプロダクションっていうのはまあ忙しいわけですよ。だから、もう何はなくともスケジュール優先っていうか、とにかく早めに言うっていうことが、まあ一番のポイントですよね。あと、なんかここもなんか難しいんですけど、宣伝マンが素材に対してあれこれ言う必要があるかっていうところは、なかなかちょっと難しいなと思うんですけど、僕はどっちかっていうと、もう監督にお任せでいいんじゃないと思うっていうか、なんか作品と一番向き合ってよく分かってるのが監督ないしはプロデューサーだから、監督やプロデューサーがこういうビジュアルがいいっていう、その本編もよく分かってるじゃないですか。で、宣伝マンはそんなに本編分かってないことが多いわけですよ。極論まだ1話しか見せてもらってないとか、そういうことだって大いにあり得るじゃないですか。で、それなのに、宣伝のビジュアルとはこうあるべきみたいなことの意見を求められてもあんまりないっていうのもあると思うんです。で、例えば宣伝マンが持ちやすい姿勢として、有名声優が大勢出るから、有名声優のキャラをちゃんと全員出してほしいとかっていうと、いわゆるブロッコリーって言われる、その、こうやっていろんな顔のね、いろんなキャラの顔がいっぱいになった謎の
顔のタワーみたいなビジュアルになりがちなのはしょうがないですよ。その有名人の顔で売ってるから。だからでも宣伝マンに意見を求めるとそういう話になっちゃう。なぜならその一人一人が数字持ってるから、数字持ってる人のキャラを全部出してくださいっていう、アドバイスを宣伝マンがするのは自然ですよね。それなのになんか宣伝マンはそれしかなんかアイデアがないみたいなことと、世の中そのポスターばっかりでみたいなんで笑われたりするわけですけど、まあある意味しょうがないですよ。だからなんか凝ったビジュアルを作りたかったら、あと作品に沿ったビジュアルを作りたかったら、監督と、プロデューサーで作ればいいと思うんですよね。まあ一方でそれだと作品の世界に寄りすぎてて、なんかビジュアルが地味すぎるってことはあると思うんですよ。だから、地味か派手かで言うと、監督たちに好きに作ってもらっていいんだけど派手にしてほしいってのはありますよね。なんかそのよほど戦略的に地味で売っていくっていうこと以外では、やっぱり派手さがないとなんかもう埋もれちゃいますから、いっぱいずらーって並べられちゃうから、だからそのなんか派手であれば何でもいいのかなとは正直思いますけどね。だからなんか自分も絵の専門家でもないし、まあいい感じのものをお願いしますよっていうのが正直なところで、そこであれこれ揉めても時間の無駄だかなと思うんで、とにかく派手であれば何でもいいんじゃないかと私は思ってるっていうことと、そんなことより早く欲しいみたいなことがあったりするんで、なるべく早く、伝えるっていうことと、あとなんかそのビジュアルにメッセージがあるなら、それをもらえば、それを料理してなんか面白くお客さんに届けるっていうのが宣伝の仕事だったりするんで、なんかこだわりがあるなら、まあこだわりをそのまま出してもらって、ちゃんと伝えてもらったら、それをうまくお客さんとのコミュニケーションの中に生かしていくっていうところは宣伝の範疇だと思うんで、絵を描くのは宣伝の範疇じゃないと思うんですよ、本当は。だからそんなようなことをよく思いますっていうのと、まあプロダクションや監督とどう良好な関係を作っていくかっていう時に、そこでなんか、あんまり何にも言わなくてもこいつは何にも考えてないっていうことで信用されないし、あれこれ言ってもうるせえやつだって分かってねえくせにって言われるだけだし、だからその塩梅が難しいんですけど、まあその監督やプロダクションのね表情を見ながら、うまいことこういう感じかなっていうののコミュニケーションの落としどころを探っていくっていうのが一つ重要なポイントで、まあとにかく早く頼めっていうことですよ。でそれは PV でも何でもそうなんですけど、何でも早ければ早いに越したことないですから、考える時間と作る時間が、あるから、それは結局コストに跳ね返るんで、いろんなものが早く進めばコストも安くすることはできるから、一つ宣伝素材の効果的な作り方としては、早くやってもらうっていうことですよね。で、そうすると、それで営業、コラボの営業もはかどるし、グッズのメーカーに渡す素材も早くなるから、そうしたらいろんなものを作ってもらえるじゃないですか。で、今回間に合わなかったからポスターだけでしたみたいなことってよくあると思うんですけど、早ければポスター作ったついでにお金も大してかかんないからチラシも作っといたって言って、そんでなんか他の一個前の番組の同じメーカーの1個前の番組のなんかイベントの時についでに配らせてもらおうよみたいな、こととかがなんかできたりするじゃないですか。だからそれも、案件が早く上がってるからこそチラシも作っちゃったみたいなことができるわけなんで、なんかそういうためにも、いろんなものが早く済んでるっていうのはすごく重要なポイントなんじゃないかなと思います。それから宣伝素材っていう言い方だとちょっと失礼になっちゃいますけど、結局キャストが重要なわけですよ。っていうか、いろんなものの宣伝において、宣伝っていうのは、作品や企業がやることじゃなくて、人がやることなんですよね。だから今、この SNS 自体にみんなが何を見てるかっていうと、実は人を見てるんですよ。でこれからちょっとその人について話していきたいと思います。そんで、やっぱり今、この SNS 時代に誰にか、どういうものに感情移入できるかっていうと、結局、相手が人間であるっていう、その人間、対人間とのコミュニケーションの中に感情移入するポイントがあるってことなんですよね。だから、なんか法人、だからなんか逆に言えばチャンスの時代でもあるっていうか、作品一つとっても、ブランド一つとっても、企業一つとっても、それが、SNS っていう中に入り込むと、なんか人間と同じになっちゃうわけですよ。鈴木さんっていうページと、そのアニメ作品のページ同じじゃないですか。SNS の中で見ると。だそうすると、その一人の人間のように見えるんですよね。ツイートも。だそうすると、そこをやっぱりちゃんと使っていかないといけないっていうのと、なんかやっぱり人間
は、あの法人とか作品っていう後から作った概念とコミュニケーションすることはできないけど、人間とはコミュニケーションできるようになるわけですよ。だからそういった観点からも、人間にファンがつくんですよね。だから作品のファンでありつつ、その作品に出てる人のファンであるっていうか、その出てる人のファンの方が規模が大きかったりすることっていうのがよくよくある。だから人気声優頼みの作品っていうのもたくさんあるわけですよ。で、人気声優をたくさん出したいっていうふうになるんですけど、でもまあちょっとそこはなかなか不思議なもんで、人気声優も声優だから人気があるわけで、その人気声優が人気がある、それだけが人気があるわけじゃなくて、人気声優とキャラとかセットでここまで成長してきたんで、両方その持ちつ持たれつの関係ではあるんですけど、新しい作品っていうのはやっぱりどうしてもその人気声優に頼んでなんとか人気を出そうっていう傾向があったりするんですけど、でもそのぐらい人っていうのがすごい重要なんですよ。だからこの作品宣伝もまるで人間かのようにやっていくっていうことが現代の宣伝においてはめちゃくちゃ重要なポイントなんです。だからとっつきやすさがあったりする必要があるんですけど、とにかく人間味をどう出していくかってことなんですよ。で、これは誰かすごくコミットしてくれる声優の人がいて、その人が毎回出て喋ってくれるって言ったら、それ一番いいですよ。それは一番主人公の人がいいですけど、主人公役の人が、定期的にこのチャンネルで、この SNS で、投稿してくれて、ツイートの文章とかも作ってくれたら一番いいですよ。そんなことできる作品ないですけど、それやったら絶対ヒットすると思います。それが一番いいんですけど、それはまあなかなか難しいですよね。だからね、なるべくそれに近い形で色、その出てもらうっていうのは一番効果があります。だからそれ絶対やった方がいいんですよ。そうするとまあお金もかかるし、その人は作品の宣伝マンじゃないじゃないですか。だからちょっとかわいそうな部分もありますよね。で、その人は大体複数の作品出てるんで、この作品ばっか肩入れできないじゃないですか。その事情もよくわかる。でもまあ、理想はそれだと思います。それが一番ヒットする。で、次に、ちょっとまあ、本当は人なんだけど、本当は、その声優がいいんだけど、それが無理だって言った時に、次は監督やクリエイターですよ。だからやっぱり、作品を背負って立つ立場として、監督やクリエイターとかが定期的になんかコミュニケーションをしてくれると、それはそれで効果ありますよね。ただちょっと、意識が高すぎるっていうか、すごく文化的な毛色になってしまうことがあるんで、なんか作品のテイストとそんなに合わない時もあるんだろうと思います。その中の人が出てくることの、ことによってなんかなんとなくその作品の世界がなんかちょっと嘘っぽく見えちゃうみたいな、多分そういうこともあったりすると思うんで、監督とかが出てくることは作品によっては一長一短なんだと思う。で、結局最後じゃあ誰がやるのかっていうと、結局宣伝マンが自分のキャラクターを出していくっていうことが必要で、だから SNS 運用とか含めてなんとなく人間っぽいコミュニケーションっていうのが、その宣伝マンを通じて行われることになるんだと思うんですよ。で、そこもまあ、でもまあ、いろいろで、この SNS 時代だから、そういうコミュニケーションを中心に組み立てていくっていう作り方もあるし、一層突き放した、もう SNS には基本情報提供しかしませんって言って、なるべくその相手にね、付け入る隙を与えないっていう、そういう手法の人っていうか作品も多いじゃないですか。で、なんならそのツイッターがやっぱ危ない人がたくさんいるっていう風になったから、そういう守りの、SNS の運用が多いですよね。でも本来多分そういう、言うのはなんかそれはその通りなんだけど、それは本当はそれはそれで良くなくて、今もう一周すると思うんですよ。危ない人たちのインターネットだったけど、そういった人たちをブロックする手段っていうのもすごい増えてきて、あとその、ああ、やっぱりなんか変な人たちだったんだなっていうことをみんなが分かってきてるから、そういった人たちをスルーする力っていうのも普通の人にも増えてきている。だから SNS にやっぱりいつも通り、今まで通りちゃんと自然に伝えたいことはきちんと伝えていいんだっていうふうにぐるっと一周すれば、ちゃんとお客さんと、宣伝マンとかコミュニケーションできる新しい、時代の SNS の使い方っていうのができると思うんですよ。そうした時にやっぱり宣伝マンが愛を持って作品を普通に人間として紹介して、そして人間として宣伝マンと、視聴者とか、コミュニケーションする。で、その規模が下駄が測れない時代になると思うんですよ。その今まではそのさっき言ったように法人、普通の法人より0、1個、0、2個下駄が測れてる時代だと、なんかちょっと言うと100リアクションがあったのが、なんか1個言っても10個しかリアクションがない時代になれば、人間っぽいコミュニケーションができると思うんですよ。だからそうするとその視聴者の数っていうのがリアルに測れるようになってくるっていうか、そういう風になってくるっ
ていう風になって、その人を立てるっていうことの、重要性っていうのがこれから、見る人が減る時代の、宣伝施策の中で一つ重要なポイントなんじゃないのかなと思います。ほんでその SNS 施策、デジタル施策みたいな中で、もうちょっと深く考えていくと、なんか今まではまあツイッター、今 X ですけどね、一辺倒でしたけど、まあ YouTube とかも活用するようになって、TikTok の施策とかも結構いろいろやりましたし、あとなんか今一番パーソナルなSNS って LINE かインスタだと思うんですけど、なんか LINE とかインスタを使ったアニメの宣伝っていうのもこれから増えていくんじゃないかなと思いますと。でそれはすごく、パーソナルな友達をフォローするような感じでアニメの宣伝もやっていくっていうような、そういう作り方のコンテンツってのも増えるんじゃないかなと思って、そこがなんか期待してるポイントですねっていうところと、なんかアニメの宣伝といえばこの SNS みたいなことが多分なくなるんじゃないかなと思って、もっとその作品とそれをどこで配信するかっていうことによった、コミュニケーションの組み立て方っていうのが、なんか面白い新しいアニメの宣伝になってくんじゃないと思って、どんどん実践していきたいし、なんかそういう時代になるんじゃないのかなと思いますと。だから、1000人とか2000人の人にしっかり愛されればいいっていう作品と、なるべく少なくとも30万人の人に見てもらわないと困るみたいな作品とっていうのは、なんか大きく分かれるんじゃないかなと思って、でそれでだから自分の作品は、実際3000人に見られればいいんだみたいな、ことも含めて作っていくっていうか、今そもそも、このアニメって一体何人が見たんだろうっていうのを分かってないんじゃないかなっていうか、その分かってる作品とか委員会とかってほとんどないんじゃないかなと思って、なんかその青い羽をやった時に、まあ、全然ヒットしなかったんで、でも思ったよりはヒットしたんですけど、あの時にそのリアル何人見てるのかとかっていうのが、その細かく数字積み上げていって、その本当に分かったんで、あそうか、それこれでこのぐらいの人数なのかみたいなこと、その中でファンって呼ばれる人はこのぐらいの人数なのかなみたいなのは、今ここで実際の数字はちょっと言えないですけど、でもまあなんかそれでもなんか思ったそれなりに人数いたんですよ、その何千人っていう規模で。だからでもそれでなんかそこから逆算すると、この作品はきっとこのぐらいの人数がリアル見てるんだろうなみたいなことがなんか分かったりとか、なんかそういうの含めて、実際リアルに何人見てるんだろうっていうことをシミュレーションするっていうのも、このいろんな SNS を使いながら、やっていくデジタル施策の中ですごい重要なポイントかなと思いますね。でそれから、デジタル施策っていう点で言うと、まあ、SNS 施策に限らず、SNS の広告ですよね。それはさっきも言いましたけど、すごく多分有用性が高いっていうか、それによって、なんかインターネットの中で面白いことをやるっていうのは宣伝じゃないんですよ、厳密には。面白い番組を作ったり、面白いイベントをやったり、面白い絵を描いてそれを拡散したりしたり、バズマーケティングしますけど、それは面白いことをやってるのであって、面白かったから広まるかもっていう、なんていうんですかね、面白いことをやってみましたっていう、その施策の一つであるんですけど、それは厳密には、まあ、宣伝広告とはちょっと違うわけですよ。結局またそれを見てもらわないといけないから、それを見てもらうための手段って何かあるんですかっていうと、それをリツイートキャンペーンをする。リツイートキャンペーンをするためにそれの賞金を出す。例えばそれは、宣伝ですよ。そのお金を使って見てもらって認知を拡大するから。で、もっとそれを分かりやすく言うと、そのリツイートキャンペーンやってますよっていうのをさらに広告でブーストする。それが宣伝ですよね。だから、面白いことやってやりっぱなしで、なんか面白かったねで終わりじゃダメで、結局これの効果がどうだったのか。で、効果が出てないのは知られてないからじゃないか。知られるためにできることって何かあるんですかっていうと、それは無料でできることはこんなことがあります。例えばプレスリリース出しましょう。後の方で出てきますけど、やりましょう。でもこれで準広告で、これ30万円だけ準広告やって、それでこれブーストすることによって、作品がヒットするかもしれない。このキャンペーンがヒットするかもしれないから告知しましょうっていうのはもうセットですよ。だからその、面白キャンペーンをやるのと、それを、準広告でブーストするっていうのはセットなんで、それやらないと、デジタル施策は不完全だと思うんですよね。だからそんなことやらなくてもみんながめちゃくちゃ知ってくれるんだったらそれでいいんですけど、それはもう、なんていうんですかね、それはもう宣伝というよりも、ファン感謝イベントですよ。
だってもうみんな知ってるんだから。だからそうじゃなくて新しい人に知ってもらって参加してもらうってなると、新しい人がどこから入ってくるのっていうと、それだけだと口コミしかないんで、だから口コミ以外にもうちょっと知ってもらうために必要なのが準広告っていう考え方なんで、デジタル施策の中でデジタル準広告っていうのは、たくさん使う必要はないんですけど、多少は使った方がいい施策だと思います。はい、次に、そのホームページ、アニメのホームページっていうのをどう作っていくかっていうことなんですけど、ここもそろそろ科学が必要かなと思う領域だと思ってるんですけど、なんかその、頻繁な更新っていうのがある程度は必要なものだなと思うんですよ。結局イベントとかそういうのがSNS 遡るの大変なんで、ニュースとかにまとまってると、あ、この作品はすごいちゃんとやってるなと思うんで、ニュースサイトやニュースページやあらすじをしっかりまとめてほしいっていうのがアニメファンの、このプロジェクトを応援してる人たちの思いかなと思うんですよ。で、それからまあなんか素敵なビジュアルがいっぱいあるっていうのは、大事だと思うんで、素敵なビジュアルがあって、そのニュースが更新されているっていうことが、一つのゴールだと思うんですけど、それをやるのがめんどくさいとやらなくなるんですよ。でもちろん、やろうとは思ってるんですけど、でもなんかやっぱちょっと作りが難しくてめんどくさかったりすると、宣伝マンもそこまで気が回んないじゃないですか。でやれないんですよ。で制作会社に頼むといちいちお金かかると、もう予算がオーバーだからやれないみたいになるじゃないですか。だからなんかそこまでお金をかけずになるべく簡単に更新できる仕組みっていうのが一番大事なんじゃないかと思って、そういうものを提供してるんですよ。だから洒落たホームページっていうのは1回目見た時は面白いんだけど、2回3回10回20回って見るとめんどくさいじゃないですか。でそれよりも、面白いやつは SNS で、Twitter とか YouTube で動画で面白いことはやってもらって、公式ホームページは、イベントの情報とか、なんか発売情報とかが一覧でまとまってて綺麗に見やすい、そして、正式であるみたいなことがすごく大事なのかなと思って、そういったところに、予算と重きを置いてなんか最低限やっていくっていうことが、一つホームページのありようとしてはそれが一つのゴールかなと思ってたんですけど、まあもう一方で作品サイトをいつまで残すのかみたいなことも問題になっていて、で、私はそのいろんな作品の過去のサイトを引き取って、運用するみたいなこともやったりしてるんですけど、誰かがセキュリティの面倒とかも見なきゃいけないじゃないですか。で今その、昔やった作品がそのままになっていて、でそれでそれはそのコストもずっとかかってるし、誰も面倒見てないからセキュリティ上のリスクがあるかないかもわからないみたいな状態で、中途半端なワードプレスがいっぱい残るみたいなことになると、それもよくないじゃないですか。だからそういうのでなんかもっと簡素にね、管理して最低限やっていくっていうやり方もなんかあるんじゃないかなとかって思っている。でもちろんビッグタイトルだったらしっかりお金をかけてしっかりしたサイトを作ってしっかり運用しても全然ペイする。そしてビッグタイトルだからどうせ続編とかスピンアウトとか、あるからその時にまた手を入れるから、古くなることはないっていうことで、まあそれは全然それで OK なんですけど、そうじゃない作品たちのホームページのありようっていうのは、なんか結構難しいですよね。なんかどうしてもやったらやりっぱなしになっちゃうじゃないですか。で、レーベルがあったりとか、ノイタミナみたいに枠があってずっと続いてるものっていうのは管理しておいても資産になるけど、単発の委員会で単発で作ったタイトルのホームページをどうするのかっていうのは、まあその局が引き取ってそれでやっていけ、いくっていうのがまあ一つのゴールだとは思うんですけど、まあなかなか結構管理は難しいですよね。だからその先のこともどう考えて、これ終わった後、まあ終わった後1年ぐらいは残すとして、その後どうするのかっていう、ホームページを最後どうするのかっていうようなことも、宣伝マンは先に考えておく必要があると思います。終わってから1年経って言われても、もう自分でも分かんなくなっちゃうじゃないですか。でもその制作会社潰れてたりして、そのウェブ頼んでた会社潰れてたりしてみたいなことだって全然何年か経ったらあり得るわけなんで、それをどうしていくかっていうのをなんかあらかじめ考えておくっていうことも、まあウェブやデジタル施策っていうことにおいては重要なポイントなんじゃないのかなっていう、ようなことを考えているっていうことです。そして、次はリアルイベントですけど、今日ちょこちょこいろんな話でリアルイベントの話が出てきましたけど、リアルイベントっていうのはすごく大事なんじゃないかと思って、リアルイベントって言って、まあ、上映会とか、何百人何千人来て、あとライブとかそういうようなことを考えるんですけど、まあ、展示含むですね、コミケや
なんだっけあれ、アニメジャパンとかそういうようなところとかも含めて思うし、ポップアップストアとか最近よくやると思うんですけど、そういうところでもいいんですけど、ちょこちょこリアルにお客さんの顔を見れる機会を作ることが大事だと思うんですよ。で、大きいイベントである必要はなくて、本当に10人20人、まあ、10人20人だと絶対ペイしないんで、まあ100人とか、まああとでもなんかプレゼントの配布会とか何でもいいんですけど、なんかそのリアルにどんな人が見てくれてるのかっていうのの、顔が見えるイベントっていうのを、絶対にやった方がいいですっていう。それも最初の方にやった方がいいです。そうしたらその後の施策を転換することができるからですね。だからリアルイベントは、リアルイベントを何のためにやるのかっていうのは結構、難しいポイントがあって、リアルイベントは宣伝なのか、金儲けなのかみたいなことがあるわけですよ。だから、リアルイベントをやって、チケットを売って、利益が出るなら、それはもう、それはそういう興行なわけですよ。だから、それはやればいいじゃないですか。だってお金入るから。で、いいんですけど。でも、宣伝費も使って、チケットで補填してみたいなことでイベントやることは多いと思うんですけど、そうすると、それは宣伝のためにやってるわけですよ。だから、それで儲かるわけじゃないんですよね。だから、ファン還元なわけなんですけど、一つそういうイベントがあると思うんですけど、その宣伝ってこれじゃあ一体何の宣伝なのかっていうと、だからまあわざわざ行けばね、ちゃんと見てくれるだろうみたいなことだったり、あとはこのイベントそのものを話題にしようということで、それをプレスリリースとかにして、メディアに取材に来てもらってとかっていうことで、メディアの露出を図ってみたいなためにキャストも集められるしっていうことでイベントをやるんですけど、それがまあ大規模なイベントですよ。でもその大規模なイベントだったとしても、一体これを何のためにやってるのかみたいなことが明確じゃないと、メディアをちゃんと呼びきれなかったら、お金は赤字だったし、人もまばらで、かつそれがその後、SNS 上でどこにも波及しなかったってなると、一体これはただの、一部のファンに向けたファン還元イベントであって、全然その作品の宣伝にはつながってないわけですよ。で、そうするともったいないじゃないですか。だからその今回のイベントはいくらで何を目指しているのかっていうのをしっかり決める必要があるっていうことなんですけど、それがその大きいイベントばっかりじゃなくて、じゃあキャストも誰も呼ばないけど、から10万円でできますと。10万円でできるイベントで、お客さんが30人来ますって言ったら、もうそれは十分面白いイベントだと思います。宣伝になる。それなんでかっていうと、それは最初の方にやるべきで。そうすると、わざわざそこまで来るっていうモチベーションを持ってる人たちが、どんな世代の人で、男性か女性か、またはその2人で来るのか、1人で来るのか、そして、どういう人なのかっていうのとか、なんならそこでなんか誰かと話したりしたら、他にどんな作品を見てるのかみたいなことで、その人本当にこの作品を面白がって来てくれてる人をリアルにマーケティングすることができるわけですよ。で、そうすると、あ、こういう人たちが見てたのかっていうことのリアルがわかるし、そういう人たちが SNS でつぶやいてるような人だったら、それはそれでまあ、こういう人かっていうのもまたさらに分かってあれですけど、 SNS とかを全然やってない人かもしれないじゃないですか。で、そういう全然やってない人たちからの意見って聞く方法が全くないんで、でもその日聞けるんですよ。だからそれでそういうファンイベントみたいなのをやって、どういう作品のファンたちがこれを見てくれてるのかっていうのを、その場で把握することができて、その後の戦略をそこに合わせて調整していくっていうのがめちゃくちゃ大事だし、その人たちが一体何の媒体で見てるのか、今だったらアマプラで見てるの、ネットフリックスとアマプラ同時じゃないんで、アマプラで見てるのか、 D アニメで見てるのか、ニコニコで見てるの、アベマで見てるの、YouTube で見てるのみたいなことになるじゃないですか。で、そういうのもリアルな数字、数字上のデータだけじゃなくてリアルな意見として分かるっていういい機会なんで、なんか今一番おすすめするとしたら、小さなリアルイベントを最初の方でちょっとやって、お客さんの感触をつかんで、そして、後半の施策に生かしていくっていうことがリアルイベントのいい生かし方だし、ポップアップイベントの時とかも宣伝マンは少なくとも1日は絶対朝から晩まで立って、どういう人たちがリアルに自分たちの作品を買っていってるのかっていうのをチェックする必要があります。それで全然考え方変わってくるんで、まずそういうのが面白いし、そういうのに立って面白いと思うのが宣伝マンじゃないですか。だからそれで一日お祭りだから立ってたら面白いですよ。まあ3日も4日も立ってるとくたびれるんですけどね。でもそういうので、実際どういう人たちが写真撮ってどうやってつぶやいてるのかみたいなことを、お客さんをリアルに知るっていうのが、すごい大事なポイントだと思います。で、
最後に、メディアリレーションですけど、そういったことも含めて、その新しい人をどう取っていくか、その今見ている人たちはこういう人たちだっていうのはまあ分かってるんですけど、それでじゃあもうちょっとこういう人たちをリーチして取っていこうとかって言った時に、そういった人たちをどう巻き込むかっていうと、それはなかなか今見ている人たちの延長線上にいる人たちっていうのは口コミで広がるんですけど、そうじゃない人たちっていうのはまあ実際取り込めないんですよ。でそういった人たちをどう取り込むかっていうと、一つはターゲットした SNS の準広告ですよね。今まで散々話しましたけど、まあそれがまず必要だし、それ以外に何ができるのかって言ったら、このメディアリレーションなんですよ。でそれは、プレスリリースを出して、メディアの記者と、コミュニケーションを取って、メディアの記者その自分たちが取りたいであろうユーザーたち、届けたいユーザーたちが読んであるであろうメディアに記事にしてもらうっていうことが、一つの、ゴールなわけですよ。だから、まあそういう作品はあんまりないですけど、昔でも一回やったことありましたけど、日経新聞を読んでるような人にリーチしたい作品っていうのがあった時には、日経新聞に書いてほしいわけですよ。で日経新聞に書いてもらうのはすげえ大変なんですけど、そういうので、まあなんかでも日経が興味を持つような切り口を考えるんですよ、その作品との接点で。でそれで例えばこういう作品なんですけどっていうことのブリーフィングをして、で記者が考えてる他の企画とかでたまたま何かあった時に、あそれならじゃあその鈴木さんが言ってる作品ちょっと取材させてもらおうかなみたいなことになるわけです。で、あとはそれから、今、ウェブ系のメディアも、何でもその声優が出ると人気が出るから、声優をキャスティングしてくれて、その費用を持ってくれるなら取材に応じますよっていう媒体多いじゃないですか。でもそれもやっぱり考えようで、活用していったらいいんですよ。結局それで、その演者とそのメディアと、で、そこにいるお客さんたちに知ってもらえるんだったら、それはもう宣伝だと思って割り切って、活用していったらいいんだと思います。でそこになんかさ面白い新しい気づきもあるかもしれないし、でその時にやっぱり何でもいいわけじゃなくて、メディアを選ぶっていうことがそもそも自分たちが発するメッセージを選ぶっていうことなんで、それをちゃんと考えて、その、自分たちがリーチしたい読者がいるだろうなって思う文脈のメディアに、その文脈で記事になってもらうような、そういったキャストをアサインしてコンテンツにしてもらう必要があるっていうことなんです。であとはまあもっと細かいことで言うと、毎週のように、人気作品とかだとあらすじを送るだけでも、それで毎週、向こうも PV になるから記事にしてくれたりするっていうことも結構あって、だからその、お金もかかんないって手間はかかるけど、記者と、定期的なコミュニケーションということで、作品の新着情報があれば適宜送ってあげ、あらすじが更新され場面写が手に入ればすぐに送ってあげっていうことをやることで、記者もいつもネタにがたくさんあるわけじゃないから、ネタに困ってる時にそういうのが来たりすると、あ助かるなって言って記事作ってくれたりするんで、そうやってまあ相手も人間なんで、メディアときっちりコミュニケーション取って、それを記事を作ってもらうっていうのも大切な、宣伝マンの仕事だと思うんですよね。で我々はその作品売り込むのが仕事だから、まあ多少宣伝臭く、記者に売り込んだっていいわけですよ。で記者はやっぱフラットな立場だから、それに売り込まれたから書けるってわけじゃないけど、でもその、日頃から連絡もらってたら悪い気はしないじゃないですか。でそれでその何かそのちょうどいいなっていう内容があった時に記事にしてくれるってことは大いにあり得るんで、プレスリリースを手抜きせず、しっかり書くっていうことと、定期的にプレスリリースまではいかないんだけど、新着の情報や、あらすじや、場面写の情報っていうのをきっちり連絡してあげるっていうのが、毎週できる、宣伝マンの大事な仕事なんじゃないかなと思って、メディアリレーションっていうのもすごくバカにできない、バカにできないっていうか、宣伝マンの仕事の、4分の1は、半分は予算と、企画アサインで、4分の1は4分の1は、宣伝と、準広告、残りの4分の1が、プレスメディアリレーションだと思うんですよ。だそのぐらい大きくて、これだけでもね1個セミナーができるぐらいなんですけど、またね今度それはまた他でやってみようかなと、思いますが、すごい大事なんでね。でもそれはでも今まで言ってきたような話を整理して記者にも伝えてあげるっていうだけの話なんですけどね、こういうようなことを考えてやってるんですよっていうの。でそれがね重要な、プレスリリース、メディアリレーションの、ポイントだと思います。はい、
長々ね、お話ししましたけど、セミナーの、本編としては、こんなところで、この後ですね、ちょっと皆さんからのね、質問に答えていきたいと思います。はい。いくつか事前に、質問いただいてて、まあ、一つはね、予算配分の話だったんで、今日セミナーの本編の中でね、喋らせてもらいました。それから、まあ、人に頼むとか巻き込むとか、忙しすぎるっていうのがあるんで、忙しすぎた時にどうするかっていうと、もう忙しすぎることになっちゃったら、もう巻き返しは難しいですね。だからやっぱり、人を足すしかないんで、また何かをやめるか、もうそのいくつかの施策を諦めるか、それをできる人を他から呼んできてやってもらうかしか、もはや方法はないんだろうなと思います。なんかもう、差し迫った状態で、できることって限られるから、もう嵐が過ぎるのを待つじゃないですけど、もう諦めるっていう、ある意味諦めるってことなんです。でも諦める仕方が、もう誰もできないからもうやめましょうって言って、ごめんなさいして諦めるっていうやり方と、誰かできそうな人を他から連れてきてお金で解決して諦めるっていう方法のどちらかじゃないですかね。それしかもう無理だと思います。だからこれ以上寝る時間も削れないから、それが限界かなと。あと、もう一ついただいたのが、企画を作ったりするときに、どこで5出しするか。それはつまり、そのクオリティをどこまで詰めるかとか、多分そういうような話なんだと思うんですけど、どこまで詰めるか。でもどうなんですかね。それが、最低限のクオリティ。自分の中でやっぱり最低限のクオリティっていうのを決めておくっていうことなんじゃないですかね。で、最低限のクオリティをクリアしていて、どうなのかっていうことで、最低限のクオリティをクリアしてなかったら何度でもリテイクですね。でも最低限のクオリティを超えてはいるんだけど、この費用でこの人の実力だったらもうちょっとやれるよねみたいなことだと思うんですよね。そしたらそこはまあ、その人の状況を見ながらですけど、まあ、1回はリテイク出しますよね。もうちょっとでやれるんじゃないみたいなことで、お願いしたりするかなっていう感じですかね。あと自分でっていうことで考えると、この企画が面白いかどうかっていうのを、どうなのかってい いうことだと思うんですけど、自分の企画が面白いかどうかは多分自分ではもう判断がつかないんで、一番いいやり方はちょっとやってみるってことだと思います。さっきの30人のイベントやるじゃないですけど、お金があんまりかからない範囲でちょっとやってみて、こけたら引っ込める、うまくいったらもうちょっと詰めて、さらにもう一度やってみるっていうことで、なんかあれこれ考えて合出しするかどうか、 OK するかどうか悩むぐらいだったら、自分の企画っていうのは、特に企画の面ですね、企画のその、グラフィックのクオリティとか文章のクオリティとかじゃなくて、なんか企画だって言うんだったら、ある程度考えて、ちょっとやってみて検証した方が早いと思います。そのグラフィックのクオリティ、文章のクオリティっていう点だったら、クリエイターが作ってようと自分が作ってようと、最低限のクオリティを超えている。いるならまあとりあえずは OK、 最悪それで出せる。でも自分にとっても、自分だったとしても、クリエイターに頼んでたとしても、あなたもうちょっとやれるよねって思うんだったら、1回はリテイクするっていうことじゃないですかね。自分だって1回ぐらい作り直した方がいいですよ。もうちょっとやれるでしょって自分で分かってるんだったら自分でやったらいいじゃないですか。っていうことで、そんなことはあるんじゃないですかね。そうそうそう。あとは、そうだ、思いのほか映画のチケットが売れないとか、思いのほか作品が見てもらえてないっていう質問が来てたんですけど、その時にできることっていうのは、一番は見てくださいってあなたが直接頼むってことですよ。見てください、買ってくださいってその人に言われたら見よっかなっていう。だ、結局はその人の日頃のその他の人たちとの人間関係っていうことに尽きるんですけど、やっぱり直接見てくださいって言われたら見たくなっちゃうっていうか、そのバーッと SNS で流れてても何とも思わないけど、直接見てくださいって言われたら見ちゃいますよね。そこまで言うなら見よっかなって思うじゃないですか。っていう風に、なんかそう、宣伝ってなんかバーってばらまくものって思ってると思うんですけど、営業の一環だと思うと、なんかみんなフェイストゥーフェイスで直接頼まれることを求めてますよ。なんか
これ僕が作った作品で僕がこんなのをやってて、これでぜひ見てほしいんですよって監督から直接言われたら絶対見ますよね。でもそこまで言わなくても、宣伝マンが一生懸命考えて売ってて、仲間たちもこうやって作ってたんですよって、鈴木さんぜひ見てほしいんですって言われたら俺も見ますよ。少なくとも1話は見る。そして、その後、なんか面白くないとか、自分に合ってないってなったら、ちょっと僕には合ってなかったから、もう続きは見てないんだけどさ、とかっていう話はあると思いますけど、少なくとも映画のチケット1枚買ったりとかね、1話のオンエア見るっていうのは見ますよ、直接言われたら。だから、その直接言うっていうことを、間接的に、なんか どういう手法なのか分かんないですけど、それに近いことをやっていくっていうのが一番見てもらうコツですよ。だからそれが宣伝マンの愛があれば作品がヒットするってことにつながるっていうのは、そういう話で、宣伝マンから直接頼まれたら作品見たくなりますよ。だからその宣伝マンがそこまでできないんだとしても、宣伝マンが直接見てくださいって言ってるようなコミュニケーションを SNS を通じて取ることで、みんなが見てくれるような作品の宣伝というのができるんじゃないのかなと最近思っております。はい、こちらでね、宣伝のセミナーをね、終わらせていただきます。今回はね、ご視聴、お買い上げご視聴、最後までありがとうございました。またね、次のね、シリーズとかもね、ご要望あればやっていきたいと思いますので、また次のセミナーでお会いしましょう。ありがとうございました。